遮るもののない太陽のもと、潮風とともに海岸線を走る喜び。時折強く感じる海の匂いときらめく水面。眩しさに目を細めれば、空と海、その青さの違いに心を惹かれます。足を止めると、うらうらに息づく暮らしの数々に気づくことができます。目にも鮮やかな色彩たちとの戯れ。そこでは何千何万もの命が日々咲き誇っては、また次の季節へ命をつなぐ様子を全身で感じることができます。岩礁に打ちつける波しぶき、あるいは激しい海流に揉まれた新鮮な入り江の幸を、目で、匂いで、舌で味わう。島ヒオウギ貝、岩ガキ、伊勢エビ、深島の伝統手作り味噌など、日本海岸にしかない味わいがここにはあります。津は港、浦は入江です。岬や島を挟みながら、いくつもの港や入江が連続的に連なっていきます。その一つ、半島の先端、西の浦入江では、眺望を生かし環境に配慮した地域おこしも構想されています。
日豊海岸では海に向かって生活が開かれてきました。神武天皇当選の経路、海産物の献上、平家落ち人伝説、水軍の活躍など、親花といわれる小さな半島にある浦城水軍城址は、室町の頃川の水軍の市場だと言われています。入江の奥にあるこの地から瀬戸内を越え、はるか大陸まで船出した勇壮な姿を思い浮かべることができます。海と共に生きる人々の暮らし、信仰、祭りの中で恐れ、敬い、親しまれる神仏の存在を感じることができます。釜江一帯では観音信仰が広がっていて、世界的カメラメーカーの創業者がこの地の出身であり、社名は観音に由来すると言われています。遮るもののない大空に暖かな色が広がり、黄金色の朝日が昇る頃、朝がすみの中、今日もうらうらから人々の活動が聞こえてきます。